ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。はい、はい。早速なんですけれども、最近ね、ずっとあの映画出会いは奇跡にご出演いただいたあの役者の皆さんにね、あの、うん、1人ずつあのゲストとしてお呼びしてるんですけれども、はい、今日はですね、あの、はい、この映画で、あの映画の裏方で支えてくださったスタッフの方をね、お呼びしています。はい、はい、もうバトンタッチは投げられましたかね、私。はい、お願いします。ですね、本当オフショットをあの撮っていただいて、まあ遠いところから来ていただいたんですけど、うん、オフショットを撮っていただいた、まあ、カメラマンというかなんですけど、あの、はるちゃんと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、埼玉と東京をメインに活動しています、フォトグラファーの工藤遥香です。店舗撮影や人物撮影を主に行ってます。はい、店舗撮影や人物撮影ですね、はい、よろしくお願いします。本当にほんわりとしたね、あの癒しな感じのね、あの工藤遥香さんなんですけど、まあ、ラジオだけ聞いていらっしゃる方はね、ちょっと見えないので、うん、あの YouTube の方もちょっと見ていただきたいと思って、はい、はい、はるちゃんと私は呼ばせてもらってるんですけど、なんとはるちゃんとはあのまだ出会ってまだ少ない期間っていうのと、うん、対面で出会ったのも2回目だったんですよね、この前のね、出会う奇跡の撮影が。で、まあね、ちょっとあの私は東京都内なんですけど、まあ、埼玉の、まあ、ちょっとあの遠目のところからですね、来ていただいて、5日間の撮影のうち、まあ、一部なんですけど、皆さんのその撮影風景を撮っていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうね、あの本当素敵な方をね、まあカリスマカメラマンの、まあ、有名なあのちょっと男性のカメラマンから紹介していただいたのがきっかけだったんですけど、まあ、映画の中の撮影の風景を撮るということで、来ていただいたんですけど、なんかちょっと感想といいますか、イメージしていたけどこうだったとか、何かちょっとその辺お話ししていただけますか。そうですね、映画のオフショット撮影っていうのをもう現場に行くのも初めてですし、役者さんと直接会うっていうのも初めてのことで、すごく楽しみにしていて、でやっぱ映画ってすごいなんかピリピリしてるとか、なんかそういうイメージがあってすごい緊張してたんですけど、すごい和やかで、あの皆さん受け入れてくれてる感じがあって、あの私もなんかスッと入っていけたというか、うん、楽しい現場でした。ありがとうございます。ありがとうございます。明るくてね、いい人でしたよね、はい、で僕がね笑わすんですよね。あの和んでいただくとか笑っていただくっていうのは僕は大好きなんで。前本当ね、たくさんのね、あの写真撮っていただいたんですけど、あの役者さんといいますか、まあ、初めての今体験というふうにおっしゃったんですけど、やっぱりそのオフショットの撮影っていうのは、やっぱり僕はあんまりこの写真撮影に詳しくないんですけど、やっぱり人物撮ったり風景撮ったり、まあ、今回の場合は本当その辺、まあ、皆さんの風景撮るようになったんですけど、やっぱりなんか変わるんですかね、その撮り方というか。あ、そうですね、やっぱり場面場面で、やっぱたくさんの方が動いてたりとかするので、うん、どういう風に撮ろうかなっていうのはあったんですけど、その後ろ姿だったりとか、その真剣さとかをちょっと撮りたいなっていうのもあって、全体的に撮れる写真を撮って
できました、うんうんうん、なんか本当に役者さんがこう真面目に台本見ている姿だったり、うんまあ、なんか話し合ってる姿だったり、まあ、なんか俯瞰して物事を見るような感じですもんね、今回の場合は、うんうん、なんかいろんなこのカメラっていうものを通していろんな勉強できますよね、うん、あそうですね、本当にあの 役者さんがそういう、うん、あのオフの時とオンの時の違いだったりとか、なんかもうすごいなと思ってオンとオフが違いすぎる感動しました、うん、ちなみにはるちゃんはその自分が役を演じるとかそういうところにはあんま興味ないですか？私ぼんやりなるほど、まあ確かにね、まあ5つか6つぐらいのシーンを撮っていただいたと思うんですけど、まあ、あとはなんかヘアメイクしてる姿とか、はい、いろんな姿がありますもんね、うん、そうですね楽しいんでしょうね本当にで声をかけあの役者さんに声をかけたりしても、うん、イエーイってやってくれたりとか、あそうそうそう、あのみんな本当、うん、アットフラなんかフランクな感じだね、あとやっぱり自然な姿ですもんね、ポーズする姿よりも自然な姿を撮るという部分でなんかポートレート撮影と違いますもんね、そうですね、ね、はい、どっちがやりやすいですかあこの質問は良くなかった、でもそれポートレートはポートレートの楽しさだったりとか難しさもあるし、うん、そういうたくさんの人がいる時の楽しさとか難しさがあるので、うん、ちょっと選べないですね、選べないですよね、ね、風景を撮るのはまた違いますもんね、あそうですね、風景はあのもうカメラ動かさないように、そうだね、ちゃんと固定しなくちゃいけないとか結構あるので、うん、風景って感情がないですもんね、相手の対象物ね。ああ、そうですね。ね、人間ではないから、動くものではないからね。うんうん、まあ、一般的にその男性は何か風景とか電車が来るマニアの方とか、ほんと危ないところでこう撮ってますけど、まあ、ああいうのが好きですけど、僕はどちらかというと、そのポートレート撮影とか、その相手の、まあ、男性なり女性のを引き出す。引き出してカメラを撮るんですけど、僕はカメラというよりは引き出すところにものすごい興味があるんですよ。あともう本当に笑ってる姿を引き出したり、うんうん、ぼーっとしてる顔を引き出したりというのは僕はすごい好きで、ね、はるちゃんをつなげていただいたさんにもね、ポートレートはなんかできるんじゃないのとか、ポートレートかその人物撮影ってなんか言われたことあったんですけど、だから写真は写真の楽しさがあるんだなと思いました。あーそうですね、うん、やっぱりその被写体の方とのコミュニケーションがしっかり取れてなかったりすると、あなんか違ったなってなったりとかするので、すごいコミュニケーションって大事ですね、うん、大事ですよね、はい、関係性が、まあ、一番関係性が密着しているのが100だとして、うん、初めて会う人が0だとしたら、うん、0と100って撮る結果物が変わりますもんね。そうですね。全然ね。これからどういう活動をしようとしてらっしゃるんですか？何か PR とかを話していただきたいんですけど。私がずっとリラクゼーションサロンだったりとかエステサロンで働いていて、うん、そういうサロンの、店舗撮影だったりとか、そういうプロフィール撮影だったりとか、うん、っていうのをメインに、会社を仕事を頑張っていきたいっていう方々の、うん、魅力を伝えられるようなお写真が撮れると楽しいなと思って。あーなるほどいいですね、活動してます。うん、どれぐらい前から活動していらっしゃるんですか？あとなんかその最初のきっかけをねちょっと聞きたいんですけど。最初の本当に一番最初のきっかけは写真を撮り始めたのは空が好きで、うん、空の写真を撮ってたんですけど、
あのその後に子供が生まれて、うん、子供写真を撮るようになって、うん、うん、そこからあの大人 の, あのそういうお仕事撮影をさせていただくようになりました。去年のどれいつぐらい何月ぐらい、去年の11月ぐらいですね。ということはそれを始めてすぐ僕やったんですね。なるほどなるほど、はい、いやすごい楽しみじゃん。うん、そうでしたね。はい、が懐かしいな。あと同じ部屋でしたもんね。そうですね。撮影現場がね。あのお住まいがね、あのはるちゃんは、まあ、埼玉なんですけど、あのムーミンパークの近くなんですよね。あ、そうですね。ムーミンパークの近くです。ね、皆さんご存知ですかって言って、ムーミンパークありますので行ってみてくださいみたいな感じで。ちょっとあの、ね、あの北というか橋の方ですもんね。うん、そうですね。うん、はい。今はそのムーミンパークに行ったことあるんですか？いや、ムーミンパークの中には行ったことないんですけど。まだ、まだね。メッツァっていう湖があって、うん、その一角がムーミンパークなんですけど、そのムーミンパークじゃないエリアには行ったことあります。うん、そうそう、もともとあったら大きいね。そう、なるほど、池っていうか、そっかそっか、ムーミンとかに出てきますもんね。湖がね、出てくるの、砂浜とかね。自然もたくさんあって良さそうですね。すごい自然のあるところだもんね。山がたくさんで。そうそう、もうね、福岡の宗像よりもね、うん、もっとね、自然が多いよ。そうなん？そうだよ、そうだよ。わあ、いいですね。うん、絶対気に入ると思う。行ってみたい。うん。いらしてください。そうそう。じゃあ、普段の、まあ、活動エリアはその埼玉と、まあ、足を伸ばして東京だと思うんですけど、うん、もう大体いらっしゃるというか、もう活まあまあその埼玉がメインというか、まあ、その辺りに一番あれなんだけどね、活動の基軸は。あの西武線沿線はもう全然行ける範囲。うんうん、西武線か。ああ、そうです。はい、なので池袋から反応かみたいな。池袋反応ですね。はい。あ、つながってますもんね。はい。そっかそっか。なるほどなるほど。近辺の人はね、ちょっとね、工藤遥香ちゃんね、遥香ちゃん、はるちゃんって僕は呼んでるんですけど、はい、そうそう、SNS は今何をしてらっしゃるんですか？あ、SNS は、インスタと、はい、ちょっぴりツイッターやってます。ちょっぴりツイッター。っていうことは、まあ、ここのね、横にあるちょっとこのインスタグラムをちょっと見ていただきたいと思いますので、ぜひインスタを。はい。でですね、きっとそのインスタには、そのはるちゃんが撮った写真とかをやっぱりアップされてるんですよね。はい、アップされてます。そうですよね。なるほど、なるほど。インスタの名前って、なんかどういう名前になるんですか？インスタは、はるか、ぼうん、アンダーバーね。うん、駆動、030でやってます。はい、あ、なるほど、030なんですね。はい、あ、なるほど、なるほど。今お子さんがいらっしゃるというお話ちょこっとされたんですけど、お子さん何名いらっしゃるんですか？子供は1人です。お一人でしたね。はい。男の子ですか、女の子ですか？男の子です。男の子だ。元気な子ですか？めちゃめちゃ元気です。めちゃめちゃ元気。男の子でしたよね。うん、はい。ねえ。何歳なんですか？も今6歳で、小1。うん。あ、小1だ。はい。なるほど、なるほど。お
っぱりお子さんをよく写真撮られたりするんですか？撮ってますね。それが好きでやってたっていうのもあるので、はい、子供さんを撮るときにちょっとこっち見てっていうのが多いのか、それとも自然な姿をまあカシャッと撮るのが多いか、どっちが好きですか？自然な姿もやっぱり走り回ってる姿とか、うんうんうん、遊んでる姿っていうのが多いんですけど、そういう七五三とかイベントの時はなんか人形を鳴らしたりとか、はいはい、でこっち向いてもらったりとか、うんうんうん、っていうのはします。なるほど。カメラはじゃあもうフル装備でもう持っていらっしゃるんですよね？そうですね。意外とねカメラも本当高いのは高いですもんね。そうですよね。僕も一回どれくらいするんだろうと思ったらなんか100万とか200万とか ありますよね。何がどう違うのか僕はよくわかんない。そうなんだ。なんか お手入れとかもなんかいろいろ大変そうなイメージがしますけど。そうですね、うん、なんか湿気にちょっと弱かったりするので、うん、そういう入れ物だったりとか、ホコリが入らないように使い終わったら、うん、なんかふきふきしたりとか、うん、なんか自分のメガネよりも綺麗にしそうですよね。そうだよね。ね、うん、ね、自分の相棒と一緒ですよね。ね、メガネはね、本当ね、1万とか数万とかあるけど、カメラ高いからなおさらこう高くなりそう。出会いは奇跡っていう。ごめんなさい。どうぞ。大丈夫です。いいですか。うん、今回出会いは奇跡のまあちょっと映画なんですけど、まあイラストレーター根本真子の下積み時代を再現したんですけど、確かまだ最初お声かけした時はね、映画の中身しっかり話してなかったと思うんですけど、はい、なんかその出会いは奇跡の映画の何かちょこっと一言何かいただければ嬉しいです。そうですね、はい、私自身が一つの出会いって大切にしているようでなんかできてなかったりとか、どうなんだろう、ちょっともやっとしたときにちょっと連絡だったりとか結構してたタイプだったんですけど、なんかこういう いろんな方とのを接する機会がすごく働いていくと増えてくるので、もやもやしたりとかそういうのを感じたりとかしてた時とかに、見ると、うん、出会いって大切にして、うん、いろんなことが広がっていくのかなっていうのを感じた、うん、感じたので、そういうのをちょっと思いながら見ると、うん、いろいろ考えられる映画なのかなって思いました。なんか優しい感じですよね、はるちゃんね。そう優しさにじみ出てますよね。うまく言えてたか。いや、もう言葉はもう十分ですよ。もうその中で、ね、感じます、それが。そうね、お人柄がもう出てます。ね、でもありがとうございます、素敵なメッセージをまたいただいて。ね、こういう本当ね、メッセージがあればあるほど根本真子の方もまた頑張ろうというふうになれたり、はい、そうなんですよね。本当皆さんにね、もう毎回ね、なんかもう素敵なメッセージをいただいて、なんかもうパワーをいただいて、ありがたい気持ちでいっぱいです、うん、それをなんかね、視聴者の方になんかねお返しできたら何よりですね。まあ僕もほら根本真子の昔を話としてしか知らないので、まあ、本当に悶々としてたり、人生って何なんだろうっていうふうになんか真面目に考えていた時代があったようなので、今でも考えますけどね。いや、今でも考えますけどね。
どうしても考える時がやっぱありますね。人生って何なんだろうみたいな感じ。そう。でも考える時ってやっぱへこんだ時かもしれない。何かがおかしい時考えるんだよ。そう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 。なんか気持ちがいい時はランランランみたいな感じで。そうそう。調子がいい時は感じなんですけど、うん、なんかこう調子が悪くてへこむと、え、一体人生。うん、それがね、あのかなりその若い時はそれがずっと何十年って続いてたので、海底にいたの。海底、そうですそうです、もうずっと潜ってたのでですね、やっとちょっとこう水面にこう上がってきたかなって感じで、でもまたすぐこう潜ったりこう、まあ、人生山あり谷ありって言いますけど、今の話だったらさ、谷が8割で山がさ2割だよね。そうそうそう、山の頂上にまだ行ってないよね。なかなかね、ちょっと山をこうね、登ろうとしたらまた谷があって感じ。そうね、山のてっぺんにあのヘリコプターがあるから、それに乗らないといけないんです。ね、まあ、ヘリコプターに乗れるもんならって感じなんですけど、一回多分足だけこう置いて、あ、やっぱりちょっとまだ乗らないとか言ってもう操縦席の人は疲れますよ、待つのに。そうですね、操縦席の人が誰なのかが違うか。手にやったら飛べるよ、早乗れっていうね、はい、谷に行ったりこう海底に行ったりみたいな感じ。あのちなみにあのハリちゃんの根本真子への第一印象、あ、会った時とか、はい、あと僕の第一印象ってまた多分違うと思うんですけど、ちょっと一言いただけます。あ、私第一印象があの本当にあの撮影の前のちょっとバタバタってでしたよね、のもあれだったんですけど、うん、あって言って声をかけてくれて、で私あの顔も名前も知らなかったのであれだったんですけど、ちゃんとすごい声かけてくれて、あの自己紹介していただけて、うん、あのすごいやっぱり他の役者さんもそうなんですけど、あの優しい印象がありました。にじめてたよね。よかったね、よかったね、うん、ありがたいです。すごい気を使っていただいて、あのこれ食べてってお菓子持ってきて、お母さんみたいな、なんかね。嬉しかったです。いや、ありがとうございます。あの僕の印象はね、もう時間がないので、ね、次回でいいです。もうこんなね能天気な人なんで僕は。いやだけど本当ね、オフショットのカメラマンをね、やっていらっしゃる、活動していらっしゃる、工藤遥さんだったんですけど、うん、もう最後に根本真子さんの方から締めていただきたい。はい、もうね、本当撮っていただいた写真もね、どれももう素敵で、うん、もう本当になんかね、やっぱしその遥ちゃんのなんかこう人柄の良さもそこからその、ね、レンズを通してそこからも溢れ出てるって感じで、ね、どの写真も本当になんか温かい写真ですごく嬉しかったです。うん、はい、ありがとうございます。皆さんもね、ぜひね、なんかはるちゃんに写真を撮ってもらいたいっていう方がいらっしゃったら、あのインスタとかでね、はい、ぜひ連絡行ってみてください。はい、はい、ありがとうございました。素敵な出会いをありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。事案でのんびり屋さん、不器用で成績も悪く不登校、そしていつも一人ぼっち。でも彼女には一つだけ好きなことがあった。それは絵を描くこと。どんな時も自分の力を信じて夢や希望を諦めないで。すべての人に送るノンフィクション映画、出会いは奇跡。この広い空の中で君と
跡、愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音、雫一つ